皆様こんにちは。本日はですね、また昨日に引き続きこのアルミ腐食関連をやってみたいと思いますが、まあね、ドイツ車はもう外装のアルミは全部こんなね状態でございますのでね、ご所有の方は気が気でないというようなね、ね、状態が続いておりますので、簡単にね取れたらいいんではないかということでやっておりますが、まあ、昨日ですね、こちらのね、ドアの方のモールをですね、まあ、磨いてみましたと。で、まあ、こちらの方をですね、まあ、こんな風に磨くのに、まあ、なぜこんな七面倒くさいことをやっているかというとですね、この汚れですね、この腐食汚れは、コンパウンドよりもより強いですね、ペーパーとかを使っても確かには取れるんですよ。だけど、私はそれ推薦してないんですね。このコンパウンドをですね、使う方法というのは、寸止めなんですよ、寸止め。ギリギリ限界のところで、このアルミの母材に傷をつけずに、なんとかこの乳白のですね、腐食物を取ろうというのがですね、コンセプトですので、ペーパーをお使いになって取られる方も現実にはね、いらっしゃいますが、私は、アルマイトのこの表面処理の部分がですね、傷ついてしまうと後々処理が余計に厄介になるというふうに思っておりますので、輝くっていうのを実現しようと思うとアルマイト層を取っちゃうと大変なことになりますのでね、なるべくだったらばそこをギリギリ、まあ、残してですね、なんとかね綺麗に処理できないかと。でコンパウンドの盤面にこだわってですね、なんとかギリギリのところでですね、この腐食物を取ろうというのがこのコンセプトなんですよ。なので2000番前後ですね、下回るような粗いペーパー系のもので取ったりなんかはしない方向でやってるんですね。もちろんめちゃくちゃひどい場合はですね、そういう処置をしなければならないケースも結構あると思うんですよ。だけど昨日お伝えしたように、これだけガサガサな状態でもですね、まだなんとか踏ん張ればこの輝きが出せますよというお話なので、まあこの辺はですね、皆様の方向性でね決めていただければねいいと思いますね。なので私はペーパーを使わないけどもペーパー並みの成果が出せそうなね、ギリギリ限界の選択肢だというようなね方向で、まあ、美しさをですね、なんとかね、もう一回というような方向性でございますので、いろいろとですね、ご自身で、まあ、状況に合わせてね、決めていただければいいと思います。で、まあ、今回のようにですね、こういうルーフキャリアになると余計にですね、物がまあでかくなりますし、まあ、面積が広いのでね、なかなかね、手に負えないぞというような印象がありますが、これもですね、まあ、実は地道にやっていけば、結構ね簡単に結果が出せますので、まあ、昨日取ったね方法をやってみて、まあ、私のやつはこれもねすごいでしょ、なんか塗装がかかったみたいでしょこれこれなのでもうすごいんですよ。なのでね、すごい場合はまあどれぐらいのねコンパウンドを使うのがいいのかと、ひどくない場合はどれぐらいのもので取れるのかとかいうのを見ていただいて、逆にですね逆算してもらえばいいんですよ。まあ、こんなひどいやつはこの辺りで取れたけども、じゃあ浅いやつだったらこの辺りでも取れるぞというようなね方向性でね見ていただけるような形で、まあ映像を作っておいた方がねいいかと思いますので、もう一回ね本日はこのルーフキャリアでねやってみたいと思います。それではやってみましょう。で、昨日もですね申しましたが、この手とですね、まあ粗めのねコンパウンドを使うときは必ずねマスキングやってくださいね。塗装にねこうペチョッとねついてね、こうタオルとかでピッて拭き取るだけでもですね傷がつくことがありますので、必ずねこういう粗いコンパウンドを使うときはマスキングやってくださいね。まあ慣れてる方はねうまくできると思いますが、まあ私はちょっと無理なので、こういうふうですねギリギリのところまでね一応やってますので、この辺はですね慣れない方はね必ずマスキングをお願いしたいと思います。で、もう一つですね、この手の
アルミのですね、材料を何かね、しようと思った時はですね、やっぱりこの激泡ガラスクリーナーでですね、一通りね、拭いていただくと、一応ですね、表面のね、ザラザラした酸化物を多少ね、減衰させることができるんですね。このアルカリの力、激泡のアルカリの力でですね、少しね、この腐食して表に出ている、まあ潮吹いてるようなね、感じのものを、まあ、多少ね、取ることができますので、で、そうするともう、キュッキュッキュッっていうぐらいね、脱脂もできて、砂とかもね、取れますので、しっかりとですね、母材をですね、拭いてくださいね。まあ、こういうアルミのですね、モデルはですね、ちょっとでもね、硬いものがあると、ビューっとですね、傷がついたりしますので、よくですね、母材はね、拭いてください。はい、それではですね、まあ、昨日のように、少しずつですね、磨いてみたいと思いますが、今回まず最初に、ホルツさんのね、ラビングコンポーンド行ってみたいと思います。まあコンパウンドはね、ほんとね、調整次第ではいかようにもなるという感じでございますので、慣れてくるとね、うまくコントロールできて楽しいっていう部分もあるんですが、まあ慣れるまでにですね、コンパウンドも試行錯誤していただかないとね、まあたまにはね、失敗しちゃったりいたしますが、それはもう私もね、同じでございます。これね、初めてのね、箇所っていうのは、まあ、どれぐらいが適量なのかだとか、どれぐらいね、こうやってゴシ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 やればいいのかっていうのは分からないので、まあ、部分テストをですね、していただいた方がいいんですね。なので、必ずですね、ちょっと分かんない箇所とか、初めてね、適用するような箇所っていうのは、この、ね、一部分のね、テストをやっていただくというのがね、いいですね。どうでしょうか。ああ、結構取れてますね。こっちが今何もやってない状態ですね。で、一部分こういう風にですね、ちょっと輝きを出してみて、この辺のザラザラ感は今のこれぐらいのことで取れてしまいますので、まあ合格という風に見てですね、まあ先にですね、もうちょっと進めてみようかという感じになるわけですよ。大丈夫そうですね。ならばちょっとですね、どれくらいまで突き進んでいいのかというのをですね、見極めていただくと、こんな感じでですね、光を入れてみて、あ、今のちょっとした磨きで、まあこちらのね、こんな白濁化したやつが一応取れるぞという感じになれば、まずはホルツさんはね、まあ使えるなという感じで見ていただいて、で次に、じゃあもうちょっとね、緩いやつ、ホルツさんの次が和光さんだったんで、じゃあ和光さんでやってみて、またどれぐらい取れるかというのをテストするわけですよ。でそれで、あ、和光で取れるんだったらば、より目がですね、一段細かいので、こっちでやってみるかとかね、いう感じで進めていけばいいですね。はい、それではですね、ワコーズのメタルコンパウンドテストしてみたいと思いますが、まあ、ご自身のですね、環境がね、まあ、どんなんかっていうのをまずね、やっぱり把握していただくといいですね。このパサートがですね、やっぱり特別にね、まあ悪い環境にあったのかどうかは別として、まあ大体ですね、おおむねこの手の車両が劣化していくね、方向性はね、大体みんな同じですので、あとはご自身の環境がですね、湿気が多い環境だったのかとかね、そういうね、思い返していただいてですね、まあ今後のですね、対策に役立てていただくっていうのはね、やっぱいいかもしれませんね。
ずっとね、それは一貫して、私もコメントとかでね、まあ、データ取りしていただくのがね、まずは先決じゃないかというお話をね、しておりますが、こちらもそれなりに取れておりますね。これがびっちりついた状態で、今、軽くですね、磨いた状態ですね。なんで、ワコーズさんのこのメタルコンパウンドも、今回もうまくね、使えますね。はい、次にピカールさんですね。このピカールさんは柔らかいんですよね、これがね。なので、ちょっとね、適用するときにね、たくさん入れてあげないとね、いけない場合が結構ありますが、まあでも、こういうふうですね。うまく、ショップタオル使うとね、ピカールさんもね、綺麗に絡みますからね。ショップタオルはね、昨日もお届けしましたが、バフみたいな感じになりますので、すごくですね、まあ、人工バフみたいな感じがいけるんですよ。お、今回はですね、ピカールさんも、ここのサビに関しては、なかなかいい結果が出ますね。これは錆びた状態ですね。で、これピカール、ワコーズ、ホルツという感じで、サクッと拭くだけで、まあ、なんとか取れそうですね、これね。まあ、コンパウンドはですね、とにかくね、特性をつかんでいただければ、なんということはないんですが、間違えるとね、痛い目に遭うっていうね、微妙な製品ですね、コンパウンドはね。なので、まあ、一つね、方向性が出て、使い慣れてくれば、こういうこともね、簡単にね、結論を出せますんでね。まあ、固まってしまったですね、このサビ系のものはですね、意外にね、積層していたりするので、まあ、積層しているところをうまくですね、捉えることができないと、綺麗にはね、なっていかないですね。次にですね、まあ、荒研ぎがね、完成したら、今度、中研ぎやってみましょうか。今回はこう、物がですね、揃っておりますので、こんな感じですね、3つ使ってみましょうかね。こういうのも一つにね、コンパウンドをね、練習していく上でもですね、いろんな種類があると、まあ、傾向がつかみやすいんで、面白いですよね。で、次に、今度は、コンパウンドスポンジを使ってみましょうかね。これ。こんな感じですね。まあ、ここまでね、仕上がったらですね、まあ、今日のところは、まあ、これぐらいにしとこうと。で、まあ、シリコン入れてね、様子見るかという感じなんですよ。で、まずは、シリコンをね、こう、ちょっと入れてみて、どれくらいまで、ブツブツをですね、隠すことができるかっていうのを、まず、試験するんですね。で、これだけひどいとですね、シリコン塗ってもまだ見えるので、シリコン塗ってまずは見えなくなるぐらいを目指してですね、調整するんですね。こんな感じにですね、少しずつ綺麗になってきますね。シリコンを入れて、まあ様子を見ていただくという感じなんですよ。こちらのですね、白濁完全にしちゃってるところからすればですよ、まあマシであると。で、まだ細かいですね、ブツブツはね、多少残っておりますので、こいつをですね、まあ1週間かけてですね、シリコンが少し染み込んでくれると、また一段と取りやすくなると。で、まあ、こちら側で結果がね、ある程度出せましたので、ね、まあ、あとはひたすらですね、この長いキャリアをですね、磨いていくという感じですね。いい感じで。ザラザラ感がですね、少しずつ少しずつつるっとしたね感じに変わるのがね、こう擦ってると分かりますんでね、手の感触もですね、大事ですので、まあ、少しずつ直線的にですね、ことを進めていただくと、な大きな傷はついたりすることはほとんどないと思われますので、まあ、ある程度吹いたら私はですね、途中からこのコンパウンドスポンジにですね、切り替えて、まあ、ザーッとですね、全体を磨いていくという感じですね。
このコンパウンドスポンジやっぱあるとね、すごくね、楽ですのでね、一つね、お持ちであると、意外にも、こういうちょっとね、いやらしい金属の時はですね、使えますね。まあ、こんな感じでですね、ちょっと一旦ね、手を止めてみますと、どうでしょうか。こちらがですね、まあ、未処理の状態です。で、こちらがですね、今、ザーッとですね、5分ほど磨いたところでございますが、まあ、これだけですね、酸化アルミニウムの膜って言いますかね。で、汚れも吸収しておりますので、なんかね、着色されてますよね、少しね。で、こちらはですね、まあ、だんだんとアルミらしいですね、色が出始めたと。まあ、こちらのですね、KF96 をですね、こんな感じに、昨日と同じようにですね、まあ、垂らしていただいてですね、で、指でね、まずは、こういうふうに塗っていただくと。そうすると、まあ、コンパウンドがね、残っておりますので、少しね、白濁した KF96 が出てまいりますが、で、これをですね、しばらくの間、まあ、そのままにしておいていただいて、で、後で拭き取っていただくという感じにしていただくとね、いいですね。あ、ちょっと急ぎ足でやりますかね。まあ、こんな感じですよ。で、そうすると、まあ、白濁したところにですね、少しね、シリコンが染み込むと、もうこういうですね、素晴らしい輝きがパッと出せると。で、このシリコンが少しずつまたこの白濁の錆にですね、1週間程度置いていただくと、まあ、染み込んでいってですね、よりね、また今度コンパウンドをかけた時にも取れやすくなりますし、で、錆もですね、まあ、ここからね、成長が止まってくれるので、まずはね、シリコンをですね、塗っていただくっていうのがですね、このアルミニウムのね、もうこのケアをね、する上で、なかなかですね、うまくいかないので、一つね、今までにはない方法ということでね、試していただくのもね、手ですので、まあこれはですね、私ずーっとこうやってやってきてアルミは保護しておりますので、こんな感じでですね、やっていただくと。ということでですね、まあ、本日はこのひどかったですね、ルーフキャリアのですね、これアルミのね、最もね、分量が多い箇所ですね、もうやってみましたが、これでも、まあ、昨日ご紹介したセットでね、処理すれば、ものの数分でできてしまいますので、別にどっつくことはないですよ。で、問題はですね、まあ、今後ね、もうこんなことに、ね、なるのはもうごめんだというお話をね、やっぱ皆さんされると思うんですよ。で、同社はですね、こんなふうにですね、きれいに保つことができた車両なんて私ね、見たことないですね、このアルミに関しては。なので、今後もですね、よほどもう完璧にね、アルマイトをやり直すと、要はまあメッキをやり直すというような感じまで、ね、持っていかないと、もうこれはずっとつきまとうと思います。まあ、やったとしてもですね、経年劣化でまたこうなると思います。なので、ドイツ車のこのアルミは、特に日本の高温多湿なですね、梅雨から夏にかけてはですね、もうこちらの予備軍がですね、いっぱいあるわけですよ、元から。なので、まあ、シリコンをですね、最終的にはこう塗って、プロテクトしていただいて、で、どうしても出てきたらね、まあ、ここまでね、この汚れを、錆を取ってしまえば、この粗めのコンパウンドを使わなくてもですね、このピカールぐらいのね、レベルの粗さで十分ね、きれいにできると思いますんでね、この方法がですね、もしかしたらね、もうこのお悩み同士者の状況をですね、なんとか改善できるんではないかと、私は考えているので、まあ、日本中でですね、データ取っていただいて、方向性をですね、また見つけていこうではないかというお話でございます。ということで、本日はですね、厄介なルーフキャリア磨いてみました。ありがとうございました。